て、はい、何でしょう。まあ、ちょうど今日4月1日で、昨日まで3月で、卒業式シーズンです。インターナショナルスクールは、はい、卒業式の時何歌うのって聞いてたじゃないですか。あ、僕ら、まあ、多分皆さん分かると思うので、日本の学校は、うんうん、あの旅立ちの日にとか、うん、はい、何歌うんでしたっけ。加山雄三、海その愛。なんでだよなんでだよ。加山雄三、いや、曲は素晴らしいですよ、うん、それをチョイスする。誰も別にあの歌詞は理解してないよ。海よとかじゃない、うんうん、海よもう歌うな。そもそもだって加山雄三はチョイスとして間違ってます。確実に間違っております。卒業の歌ではないです。じゃあちょっと言わせてもらいますけど、はい、あのうちセントメリーズインターナショナル、はいはい、ハモネプ優勝してますからね。おお、何で優勝したか知ってる？知らない。海その愛。すごっ。そうなの？そうだよ。確かに。ハモネプで千目っていうグループで優勝したんですから。はいはい、すごい。そう。待って、まずごめんなさい。はい、なんですか？まず一から聞いていいですか？はい、卒業式、うん、あのどういう感じなんですか？いわゆる、うん、まあ厳かなってじゃないけど、うん、いわゆるもう定番のやつ。うん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 、事務的なやつ、事務的なやつ、ね、渡したり、はい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 、終わった時に、うん、こっからが、うん、フリーゾーンというか、うん、卒業生が、あらかじめ練習しといたショーみたいなのが始まる。はい、ブラックアイドピーズのパンプイットっていう曲があって、はい、多分聞いたことあるじゃん。でん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 、それが流れて、はい、みんなうわーっつってこうステージから降りてあーってやって、はあ、こう親御さん客を囲んで、はあ、ちょっと踊ったりして、ブラックアイドピーズって、女性1人男3人のグループで、途中でそのファーギーっていう女性の歌手、はいはいはい、ソロでも全然普通に売れてる人がのソロパートで、その時に、うんうん、あの激面白スリランカ人誰だよそいつ。ウィランス君っていう弟の名前トリランスっておなじみのウィランス、いや、おなじみで隠れて、その間に金髪のうずら飾って、でそのファーギーパートになると、あの卒業生で作った道をこう生めかしく歩くっていう、そうやってバーって終わって、で最後の最後に、うん、あのあるじゃん、四角い帽子、あーそれはわかります。あーそれは投げるのは知ってる、はい、終わるっていう、うわーってやって、はい、であれあるあるなんですけど、はい、うわーってもう何も考えずに、うん、投げて、うんそうね、うん、もう自分のどれかわかんなくなるっていうあるあるは、いや知らないです知らないですまず帽子を僕あの上に投げたことが人生ないんで、一回起きるんだろうな誰のせい、それはあれだ、怒ったのせい。